たくぼたけしのスピリチュアルライトトークこのラジオではスピリチュアル精神世界の知識を日常生活仕事そして人生の目的使命に生かす情報提供をお届けしますたくぼは何を情報発信してるんですかって尋ねたらねやっぱりねスピリチュアルって答えれるしかない 霊的心理っていう表現が好きなんだけどね。霊的のこの霊ってなんか幽霊の霊みたいなね。やっぱり印象があるから、一般であんまり使えないんだよね。だから、じゃあなんだろう、一般の人がわかりやすい、タクボさん何やってんですかどんなことやってる人なんですかって言われたらあの、スピリチュアル分野の情報発信してますとかね。霊的心理の情報、あ、霊的心理言っても言ってもなんか誤解されちゃうかとかって言ってね、引っ込めちゃったりするんだけど。まあもしくは精神世界のね、情報を提供してるっていう、そういう表現をしてるんだけど、 この分野ってなんかね世間から見ると怪しいとかうさんくさいとか地に足がついてないとかねなんかそんな印象があるみたいなんだよね。事実そういうこのスピリチュアルな分野の情報を好きな人たちの中にはね何か現実逃避するような今目の前のことに向き合いたくないから幻想の世界に逃げ込むようなねそんなような使い方をしてる人たちもいるにはいるから。 そんな印象はあるんだけどただね拓ボはこれ学ばないでどうすんのよっていうのがあるんだよね。もう人の自由だからなんかね怪しいと思おうが地に足がついてないと思おうがね現実逃避だと思おうが別にどんな評価されても構わないんだけどいいの本当にっていうのがあるんだよね。このの世界の仕組みを知らないで要はね見えない世界のことなんだけど見えないつまり五感ねこの人間の目とか耳とか この味覚とかね、食感で感じられない世界だからそんなのはあやふやで科学的じゃなないって言葉もね、ね。んんか決め文句であるるだよ、この世界に対する、ね、その科学こそものすごく狭いまだまだ人間が確かにその努力してね素晴らしいこの功績はね素晴らしいと思うんだけどはっきり言って大いなる自然法則のこの全容からすればすっごい一部しか捉えてない世界なんだよね。 だからそういったまだ人間がやっと解明できた分かってきたというようなその範囲だけを基準に物事を判断してってよく平気だなって逆にタクボは思っちゃったりするんだよね。じゃあ見えない世界スピリチュアルな世界精神世界を学ぶことってどういうことなのっていういろんな側面があるんだけどねそのうちの一つを言うならば今私たちが住んでるこの世界いわゆる見えてる世界 物質的な世界物質的な現象の世界に現れてることって、この我々が見えてる世界の中での因果関係だけで成立してるんじゃないんだよね。その背後に、そういう出来事がなる背景、原因、因果関係というものがあって、見えてる世界は見えない世界によって成立してるんだよっていうことを言うわけ。これはね、 事実なんだけどなかなか見えない故に信じられないとか証明じゃあしてみろよってね証明に焦点を置いちゃうと難しいんだよこれねだからタクボはどういうふうに皆さんに生徒さんとかね c テ p ピークの情報を学んでる方に伝えてるかというと家庭でいいよって言ってるんだよね家庭っていうのは仮に定めるの家庭ね仮にそうだったら 見えて今目の前に起きていることの背景にはいろんな見えない世界での因果関係とか過去のいろんな原因がいろんな絡みを持ってその場に現れていたりとかそのような見えている世界に起きてくることの背後にはなるべくしてなったでも見えないまた我々人間が認識しているこの時間の流れだけではねなかなか見えないそういう 時間とか空間とかそういったものを超越した意味でのいろんな因果関係に基づいて起きてるんだよとそういうことを聞くとね何をもってそういうんだっていう言葉がすぐ聞こえてきそうなんだけどだからそれは仮定でいい仮にそうだとしたら今起きてることは私に何を教えてくれてんのかなとかこういうことが起こることの背景にあの見えない世界の法則性を当てはめたとしたら どういういうに受け止められるのかかなとかね。そんな感じで向き合うのととにかく今ここに起きてんだからこれを何とか対処しなきゃってね見えない世界の法則性を無視して物質的な次元だけで起きることに対して人間のすごく限られた視野見えてる範囲だけで物事を判断するっていう視野だけで向き合おうとするとね例えば好き嫌いって人間あるわけこのことはいいことこのことは嫌なこと。 で嫌だだとととと思ううううううここは、とににかかく切除除すすすする、排除する、なかったことにする、る排ななっった抑え込んんででしまうっていいね、ね。そういうよよう対処をするんだよねでもねこれはね見えない世界精神世界スピリチュアルな法則を正しく学ぶととんでもないことをしてる場合があるわけ何かの継承だったりする場合もあるわけ継承っていうのは簡単な言い方するとね自然法則から外れた行為をするとその外れた分だけ自分に戻ってくる、まあ、これねカルマの法則なんて言い方もするんだけど 自自分分ががやっったことが自分に返ってくる。そして大いなる流れその自然法則からずれたことはずれてますよっていうふうに継承してくれるようなねあのブブーってこうブザーが鳴るようなちょっとずれてましたよっていう出来事が我々にとってはちょっと不快な状態だったり嫌な状態だったりとか継承まさに知らせてくれてんだよね危ないよってずれてたよってその継承をうるせえなって言って 止めてしまうような努力にものすごい力を発揮してんだよね。人間の頭脳を使ってるっていうのかな。だから起きてくる嫌なことは、本当はそのことが何を言ってるのかを知って、むしろそのことによって教訓にしたりとか、そのことを自分の力をつけたりとか、やったことがどういうことだったのかということを正しく知るために向き合う向き合い方と、自分にとって不快だからって言って耳栓をしてしまうような。 なかったことにしてしまうようなね。そんなようなテクノロジーが発達していくっていうような本末転倒なことにもなりかねないんだよね。だから今ね、すごく大雑把な言い方をするならば、世界に起きている不調和な現象とか、嫌だなとか、なんでこんなこと起こるんだっていうね、不快な出来事とか、そういったものの多くは、目に見えない世界の法則性を無視して、人間の見えてる範囲とか、 人間の価値観の都合上だけで対処しようとしているその行為から起きているってい言い方もできるんだよね世界全体で言うとちょっとピンとこないかもしれないけど自分のね日常生活人生に置き換えても同じあの我々のね生活っていうのはいろんな楽しいことも人生あるけど大変なこともいっぱいあるわけでその大変なことそれはね人間関係だったりお金だったり健康だったりとか いろんな分野で人間はね、困ったなとか大変だなとかどうしようとかっていうこと起きてきたりするんだけど、それって必ず自然法則からずれた行為とかね、思いとか、何らかの要因がそうやって返ってきてるだけなので、これはね、罰が当たるとかそういう捉え方じゃなくてね、ちゃんと教えてくれている。あなたがやったことは自分としてはね、良かれと思ってやっなたのかもしれないけど、ちょっとこの辺を改善した方がいいよとかね。 こういうところがずれてたかもしれないよっていうことをちゃんと法則が正確に親切に教えてくれてるわけ。だから何を教えてくれてんのかなとかこういうことが起きるってことは自分の中にある何か自分が過去を行ったどういうことが返ってきてんのかなとかね。まあこれはあの今簡単に言ってるけどそういういろんなね法則性の理解と向き合い方っていうのがあるんだけどそういう向き合い方をしてった方がねその起きてくることをなんとか押さえつけようとするからもっと押し返してくるってことなんだよね。でなんで聞いてくれないのこの継承ってね。 ちゃんととく耳を持つというかねそのことを正しく捉えようとするとね正しく捉えられたら教える必要がないからいわゆるブザーを鳴らす必要がないから警報を鳴らす必要がないからもう起きなくなるっていうそういう法則ってすごくねシンプルな法則が働いてるんだよね。でも人間って自分本位だから 自分本位っていうのはね、見えてる範囲が狭いからっていう意味なんだけどね、全体が見えたら、あ、なんだ、だからこういうことが起きてたんだってわかるんだけど、部分しか見えてないから、その部分しか見えてない判断基準の中で、その一見不快な思いをするようなね、出来事とかに対して、それを抑え込むとかね、人間の都合でねじ曲げてしまうような、そんな対処をするから、もうどこまで行っても人間のそのね、小賢しいね、小細工っていうのはね、それを凌駕するような形でまた教えてきてくれるんだよね。いろんな、もっと大変なことで。 あえて疑人的に言うならその法則性っていうのは、あれ聞こえなかったんだなメッセージが。あの、不快なね、音がね。聞こえなかったんだね。じゃあもうちょっと大きい音で鳴らすよって言って、実は小さな音で気づいていればそんなに負担もなかったようなことがものすごい大きなね、音を鳴らして親切に教えてくれてきたりするんだよね。だからね、まあ話を戻すと、この世界のことを学ばないでよく平気だなっていうのがタクボの考え方なわけ。 そうじゃなくてもっとこの見えない世界のことを信じるとか信じられないとか科学的じゃないとか証明できるできないとかってそういう問題じゃなくて仮定でいいから仮にそうだとしたらというちょっとしたその視点を持ってるだけで向き合い方が全然変わってくるんだよねまあ、私はそういうい意味でね。 この日常生活をよりスムーズに自然なこの調和のとれたね楽しい人生そして自分のねやりがいのあるいろんなその仕事をする上でこの霊的な学びというのがねものすごく役に立つよっていうそういうことを、ね、伝えたいなと思ってるんだよね。ということで、まあ、今日のねこの話はここで終わりますがこのラジオではこのようにね目に見えない法則性を今の目に見えてる世界に生かすためのね有益なさまざまな情報をお届けできればと思っております。 興味のある方はチャンネルをフォローしておいてくださいまた私がこの世界を探求する自分探しの旅のプロセスであるとかそのプロセスの中でどうやったら本当の自分本質というものを見いだせるのかということをまとめたメールセミナーがありますのでよろしかったら概要欄から確認していただければと思いますそれではまた次回の放送をお楽しみにありがとうございました